ベイサイドホテルアジュール竹芝は、東京都港区海岸1丁目にあるホテル。竹芝埠頭地区の再開発を目的に設立された竹芝地域開発が、東京都職員共済組合から整備を受託し、1991年11月28日に開業した。管理運営は、当初、藤田観光が行っていたが、2017年4月1日から貸会議室業の TKP に変更となった。総合保健施設と位置づけられ開業したため、17階に総合健診センターが入る。客室は洋室116、和室6の全122室。オーシャンビューの客室とシティビューの陸側がある。高層階の19階はエグゼクティブフロアとなっており、エアウィーヴのマットが導入されている。1階には2700粒のスワロフスキーエレメントが輝くバージンロードのブライトチャペル、3階にはレインボーブリッジを背にしたオープンエアのガーデンチャペルがある。アジュール竹芝内併設の大型多目的ホール。12階から16階までは披露宴、大型会議、パーティー、研修、MICEなど様々な用途に合わせて利用可能な大小の宴会場がある。3階には食、おまかせ、懐石さざなみ、21階にオーシャンビューレストラン、ブライトコースト、鉄板焼き、点灯、ランタン、4階にカフェアジュールが入っている。21階オーシャンビューレストラン、ブライトコーストからは東京湾、レインボーブリッジ、豊洲市場、塔が見渡せ、鉄板焼き、点灯ランタンからは東京タワーが見える。17階にある健診センターで医療法人心と体の元気プラザが運営する。18階には純天然の光明石温泉があり、立ち寄りでの利用が可能。大浴場は海側と陸側にあり、男湯と女湯は1週間ごとに入れ替えをしている。ジャグジー、サウナ、休憩室も完備。ありがとうございます。